ねえ、てかさ、しおさ、怖い夢見た話した？ねえねえ、怖い夢見た話した？ねえ、怖い夢見たんだよね。ちょ、聞いてよ。怖い夢見た、最近。え、怖いってか、なんかもう超怖い夢。なんかさ、してない？なんか、単刀直入に言うとお母さんが殺される夢なんだけど。なんか、まずね、お母さんと弟が一緒にいて、二人で出かけてたんかな、一緒にいて、で、おじいちゃんと知らない人が、え、もう血が飛び交うぐらいの喧嘩をしてて、え、もうなんかもう刃物で戦ってるみたいなことしてて、え、シオンはそれを神の視点から見てるわけ？なんか定点カメラみたいなのから見てんの？見てるだけなんだよ。たまたまお母さんと弟が通りかかったので、通りかかった時におじいちゃんがお母さんを殺したんさ。でもびっくりしちゃって、え、ちょ、めっちゃグロい話なんだけど、ちょ、めっちゃグロいからさ、あんまり聞きたくない人はさ、聞かないでほしいんだけどさ、え、しかもさ、びっくりしたんだけどさ、お母さん殺して弟も殺したんよ。で、なんか知らんけど、おじいちゃん急に刀抜いてお母さんの首をスパッて切ったの。え、殺した後に。で、警察が来るわけじゃん。で、警察が来て、見るじゃん、こう、なんか何があったかとか。で、見てんの？見てんだけどさ、警察がさ、いや、これ事故ですねって言って、え？みたいな。どう考えても殺人事件なのに、警察がこれ事故ですねって言ったの。いや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 みたいな。えみたいな。これ交通事故ですねみたいな。みたいな。なんかで、シオン、なんかシオンは、夢の中のシオンは学校に通ってたの。学校、なんかクラスにおかゆがいて、おかゆとめっちゃ仲良くて、おかゆに LINE、なんかその日の LINE でさ、話したのさ、その出来事を。したらなんかさ、すごい相談乗ってくれてさ、おかゆが。なんか、大丈夫みたいな。なんかもうすごい真剣に話を聞いてくれて。で、学校の中では、なんか、先生から、クラスにミナとアクアちゃんがおって、で先生が、アクアちゃんがその日おらんくて、先生が、なんかなんか先生が急になんかすごい真剣な話があるんですけどみたいな、え、みたいな、すごいみんななんかざわってしてる。昨日湊お母さんが亡くなりましたみたいな、みたいな。もうなんかで、なんかそっからね、シオンのね、物語が始まるところだったんだけど、ね、なんかそっからなんか、え、なんかなんでか知らないけど、あ、今日から毎日誰か一人が死んでくんだなっていうところで終わった、シオンの夢。で、朝起きてお母さんに元気って聞いた。で、アクアちゃんに今日さ、夢でさ、アクアちゃん死ぬ夢見たからさ、死なないでねって言っといた。夢でアクアちゃん死んだから気をつけてねって言っといた。